ジムビームはケンタッキー州クラーモントで上流製造されているバーボンウイスキーの銘柄である。この銘柄のウイスキーは1795年以来上流製造されているジムビーム銘柄を所有するビーム社は2014年に全株がサントリーホールディングスに総額160億ドルで買収され2014年5月には社名を現在のビームサントリーに変更した。 ジムビーム創始者のヨハネス・ヤーコムベームは、両親が18世紀半ばに、ドイツから米国に農業移民した一族で、ペンシルバニア州で生まれた後、メリーランド州に移り、実家の農園でウィスキー作りを始めた。1790年にケンタッキー州に移り住んで、上流製造所を開き、1795年に、オールド・ジェイク・ビームのブランド名で、初出荷し、以降酒造を専業とした。 ビーム一族出身の7世代にわたるアルコール、上流製造者がいる。現在のマスターディスティラーのゼリーダルトンは、このバーボン銘柄において、ビーム一族出身でない最初のマスターディスティラーである。ビーム一族出身者たちが、なおヘブンヒルの上流製造所にあって、マスターディスティラーでもある。同様に、ビームの名で広く知られる、何種類かのジムビームが入手可能である。ジムビームは、また、 4種類のプレミアムスモールバッチバーボンを製造しているノブクリーク、ベーシルヘイディン、ベーカーズ、そしてブッカーノにちなんで名付けられたブッカーズである。2005年2月14日にジムビームは1000万タルめのバレルを熟成用ラックに格納した。ジムビームはバーボンとされる必要条件にかなっている。マッシュはトウモロコシが51%を超えており、新しい。 焦がした多くのバレルの中で、米国の必要基準である2年以上の長い期間、貯蔵される。ジムビームは、グレインを膨らませるのにライム麦とオ,オムギを使用している。他のバーボンと同様に、ジムビームは、新しい発酵過程におけるイーストにとって、良好な環境を生み出すため、前回の発酵のポーションを使用する。これは、サワード・オブレッドを作るとき使われるプロセスと非常によく似ているので、 サワーマッシュとして知られる。標準の白ラベルのジムビームウイスキーは明るい琥珀色を呈する。ジムビームの上流製造所はアメリカンウイスキートレールの一部である。2004年7月26日にタナシーフス LLC はジムビームに浸したスナック菓子製品であるビームソークドサンフラワーシーズを発売すると発表した。これはオリジナル、バーベキュー、そしてハラペーニョの3種類の風味がある。 2004年10月18日には、ジムビームソークドビーフジャーキーをこのシリーズに追加すると発表した。日本では、日華ウイスキーが1989年から取り扱っていたが、2013年よりサントリー種類が輸入販売を手掛けている。トランスレーション、EN、ジムビーム14時11分、2 0 1 2 0 0 7より翻訳カントリーブやターズ、ウィフキー。 シドップ、ケンステンセン、マットアドア、ミリ 1978R。ありがとうございます。